1963年の TV 番組、フーテナニーでのコリンズ・ジュディス・マージョリー・コリンズは、グラミー賞受賞歴を持つ60年以上のキャリアを持つ、アメリカのシンガーソングライター。彼女は、ホークソング、舞台音楽、ポップス、ロックンロール、スタンダードなどを様々な思考の曲を、レコーディングしていることで知られており、また社会活動家としても知られている。コリンズは、 28枚のスタジオアルバム、4枚のライブアルバム、多数のコンピレーションアルバム、4枚のホリデーアルバムをリリースしている。コリンズのデビューアルバム A Made of Constant s o r o w は1961年にリリースされたが、コリンズに国際的な名声を与えたのは1967年のアルバム Wild Flowers からのリードシングル、青春の光と影であった。このシングルは、 ビルボードポップシングルチャートでトップ10位を果たし、コリンズは初の村民以上を受賞した。コリンズはサムレースーン、チェルシーの朝、アメージンググレイス、クックウィズ・ハニーなどをレコーディングしてさらに成功を収めた。コリンズは1975年にベストセラーとなったアルバムジュディスからのシングルスティーブン・ソンドハイムのセンド・イン・ザ・クラウンズをレコーディングしたことで キャリア最大の成功を収めた。このシングルは1975年にビルボードポップシングルチャートにチャートインし、その後1977年にもチャートに27週連続でランクインし、コリンズはグラミー賞の最優秀ポップボーカルパフォーマンス賞にノミネートされたほか、ソンドハイムもソングオブザイヤー賞にもノミネートされた。2017年のコリンズの アメージング・グレースのレンディションは、同年、文化的に、歴史的に、または芸術的に重要なものとして、アメリカ議会図書館によって、国家保存重要録音登録制度に保存される、ことになった。2019年、ジュディ・コリンズは80歳にして、初のアルバム1位を、アメリカのビルボードチャートで獲得した。コリンズは、ワシントン州シアトルで5人兄弟の長女として生まれ、 最初の10年間をシアトルで過ごした。盲目の歌手、ピアニスト、ラジオ番組の司会者であった父親が1949年にコロラド州デンバーで就職し、一家は同地に引っ越した。コリンズはクラシックピアノをアントニアブリコに支持し、13歳でモーツァルトの2台のピアノのための競争曲を演奏してデビューした。ブリコは当時も後にも コリンズがフォークソングに興味を持ち始めたことを軽視していたため、ピアノのレッスンを中断するという難しい決断を迫られた。数年後、国際的に知られるようになったコリンズは、デンバーでのコンサートにブリコを招待した。演奏後に二人が会った時、ブリコはコリンズの両手を手に取り、彼女の指を悲しそうに見つめながら、リトル・ジュディ、あなたは本当に、 いろいろなところに行けたのにと言ったと伝えられている。さらに後になって、コリンズは、ウリコ自身が若い頃に、ジャズや、ラグタイムのピアノを弾いて、生計を立てていたことを知った。コリンズは、幼少期、父親を通じて、多くのプロのミュージシャンと出会うという幸運に恵まれた。しかし、コリンズの興味をかき立てたのは、ウディガスリーや、ピート・シーガーの音楽。 そして1960年代初頭のフォークリバイバルの伝統的な曲であり、彼女の中に歌詞への愛を呼び覚ました。ピアノの振動としてデビューしてから3年後、彼女はギターを弾くようになっていた。デンバーのイーストハイスクールを卒業後、フォークアーティストとして初めて公の場に登場したのは、コロラド州ボルダーのマイケルズパブとデンバーのフォークククラブ、エクソダスだった。コリンズの音楽は、 夫が教えていたコネチカット大学で人気を博した。コリンズはパーティーや大学のラジオ局でデビッド・グリスマンやトム・ワザリアンと共に演奏した。やがて彼女はニューヨークのグリニッチ・ビレッジに移り住み、ガーデのフォークシティなどのクラブで演奏した後、エレクトラレコードと契約して35年間にわたって活動を続けた。1961年、コリンズは22歳の時に ファーストアルバム a m a イド of Constant s o o をリリースした。最初は伝統的なフォークソングや他人が書いた曲、特にトム・パクストン、フィル・オックス、ボブ・ディランなどの当時のプロテストソングライターの曲を歌っていた。コリンズはディランのミスタンブリー・マニア、ピート・シーガーのターン、ターン、ターンなど当時の重要な曲を自分のバージョンで録音した。コリンズはまた あまり知られていないミュージシャンをより多くの人に知ってもらうことにも貢献した。例えば、彼女は長年にわたって信仰を深めたカナダの詩人レナード公演の曲を録音した。また、エリック・アンダーセン、フレッド・ニール、イアン・タイソン、ジョニー・ミッチェル、ランディ・ニューマン、ロビン・ウィリアムソン、リチャード・ファリーニャなどのシンガーソングライターの曲も彼らが国民的な評価を得るずっと前に録音している。 コリンズの最初の数枚のアルバムはギターを基盤にしたストレートなホークソングで構成されていたが、1966年のアルバムインマイライフでは、ビートルズ、レナード・コーエン、ジャック・ブレル、クルトバイルなどの多様なソースからの作品を含むようになり、彼女はその幅を広げ始めた。マーク・エブラムソンがプロデュース、ジョシュアリ・フキンがアレンジを担当し、多くのナンバーに、 豊かなオーケストレーションを加えた。このアルバムは、フォークアーティストとしての大きな出発点となり、コリンズのその後の10年間の活動の道筋を示した。同じく、エイブラムソンがプロデュースし、リフキンが編曲した1967年のアルバムワイルドフラワーズで、コリンズは、シンス・ユーブ・アスクドを皮切りに自作曲を録音し始めた。このアルバムはまた、コリンズに、 ミッチェルの青春の光と影帽子サイズナウの大ヒットとグラミー賞を与え1968年12月にはビルボードホット100で8位を記録した1968年の映画ザ・サブジェクトワズローゼズでは2曲がフィーチャーされている1968年スマザーズ・ブラザーズのコメディアワーに出演するコリンズ・コリンズの1968年の アルバム Foo Knows Where t i m e Goes は、デビッド・アンダールがプロデュースし、当時交際していた、クロスビー、スティルス、ナッシュヤングのスティーブン・スティルスが、バックアップギターで参加している。Time Goes はメローなカントリーサウンドで、イアン・タイソンのサムデイ・スーンやイギリスのシンガーソングライター、サンディ・デニーが書いたタイトル曲などが収録されている。このアルバムには、 コリンズの作曲したマイ・ファーザーやレナード・公演のバード・オン・ザ・ワイヤーの初めてのカバーも収録されている。1970年代になるとコリンズはアートソングのシンガー、フォークシンガーとして格好たる評判を得ており自作曲でも目立ち始めていた。この時期の彼女の曲にはキリスト教の伝統的な賛美歌アメージング・グレース、スティーブン・ソン・ドハイムのブロードウェイバラード、 Send In The Clowns, John Wise の A Song For Debit, そして Bone to the Bleed などの自作曲が含まれている。コリンズは1978年1月に放送されたザ・マペットショーにゲスト出演し、レザー、ウィングド・バット、I Know An World Ready for Swallowed, A Fly, Do Remy, Send In The Clowns を歌った。また、セサミストリートにも何度か出演しており、 何でもマッペットの漁師たちとのコーラスで漁師の歌を披露したり、ビフヤサリートのトリオでイエスという言葉を使った歌を歌ったり、現代ミュージカルのおとぎ話のスキット、悲しきプリンセスにまで出演している。1983年に放送されたアニメスペシャル、エルフの魔法の音楽やランキンバスのテレビ映画ザ・ウィンド・イン・ザ・ウィローズの主題歌も担当している。 コリンズの1979年のアルバムハードタイムズフォーラバーズはカバースリーブのヌード写真で話題になった。1990年、コリンズはコロンビアレコードからアルバムファイアーズオブエデンをリリースした。このアルバムからキット・ヘインとマーク・ゴールデンバーグが書いたシングルファイアーズオブエデンが生まれた。このシングルはビルボードのアダルトコンテンポラリーチャートで31位を記録した。 発売当時、コリンズはこの曲を、ジョニー・カーソン出演のザ・トゥ・ナイト・ショーや、ジョー・ン・リバーズ出演のザ・ジョー・ン・リバーズ・ショーなどで、ライブで披露している。また、コリンズをフィーチャーしたミュージックビデオも公開された。その後、シェールは1991年のアルバムラブ・ハーツで、ファイアーズ・オブ・エデンを録音した。コリンズのファイアーズ・オブ・エデンの他の記憶に残る曲としては、 ザブリザード、ホームビフォー m e b e や、ホリーズのザヤ e a i アイブレスのカバーなどがある。1九9五年のサイン会でのコリンズ・コリンズの最初の回顧録トラスというアハートは1八十七年に出版され、1九9五年には小説シェームレスが出版された。二作目の回顧録サニティグレースでは、息子、クラークの1九9二年に一月の死について、 語っている。マネージャーのキャサリン・デ・ポールの助けを借りて、ワイルドフラワーレコードを設立する。レコードの売り上げは、かつてのようなものではないが、彼女は、今でもアメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランドで、レコーディングやツアーを行っている。1993年には、ビルク・リントン大統領の第一回就任式に出演し、アメージング・グレースと、 チェルシーの朝を歌った。2006年にはエリオット・スピッチャーの CM でディスリトル t t l e l i g h を歌った。ショーン・コルビン、ルーファス・ウェイン・ライト、クリッシー・ハインドなど様々なアーティストが2008年のトリビュートアルバムボーンツーザブリードで彼女の楽曲をカバーしている。同年、コリンズはビートルズの曲のカバー集を発表し5月18日にプラット・インスティチュートから 名誉博士号を授与された。2010年、コリンズはニューポートフォークフェスティバルでエイミー・スピースの曲ザウェイトオブザワールドを歌った。コリンズは第7回、第9回、第10回、第11回、第12回、第13回、第14回のインディペンデント・ミュージック・アワードの審査員を務め、インディペンデント・ミュージシャンのキャリアを大きく支援した。2012年7月、 コリンズはオーストラリアの SBS テレビ番組ラキスにゲストアーティストとして出演した。2019年6月25日、ニューヨークタイムズ紙は2008年のユニバーサル、スタジオでの火災で素材が消失したとされる数百人のアーティストの中にジュディ・コリンズをリストアップした。同世代の他の多くのフォークシンガーと同様にコリンズは社会活動に惹かれていた。 彼女の政治的理想主義はまた、1960年代のマルクス主義者の象徴であるチェゲバラに敬意を表して、チェと題されたバラードを作曲することにもつながった。コリンズは一品運動に共感し、その指導者であるアビー・ホフマンやジェリー・ルービンとも親交があった。1968年3月17日、ニューヨークのアメリカーナホテルで開かれたホフマンの記者会見に出席し、 党の結成を発表した。1969年、シカゴセブンを支持する、証言中に、ピート・シーガーの、花は、どこへ行ったを歌い始め、ケ事のトム・フォランと判事のジュリアス・ホフマンに叱責された。1971年、水キャンペーンに署名し、生殖に関する自由を制限する、古風な法律に、終止符を打つことを呼びかけた、ウィー・ハブ・ハット・アボーションスキャンペーンでは、 女性たちが自分たちの物語を共有し、行動を起こすことを奨励していた。1982年には5人の母親と一しない妊娠を中絶することを決めた彼女の両義的な気持ちを描いた曲ママママを書いた。コリンズは1984年にリリースした重反対の歌シュートファーストを書いた。1990年代後半にはユニセフの代表を務め、 自来禁止国際キャンペーンに参加した。その後の曲には環境をテーマにしたリバー・オブ・ゴールドや無双化をテーマにしたマイ・ネーム・イズ・マリアなどがある。コリンズは11歳の時にポリオに感染し、2ヶ月間病院で隔離生活を送った。コリンズは2度結婚している。彼女の最初の結婚は1958年にピーター・テイラーとのものであり、同年に 一人っ子のクラークシー・テイラーを生んだ。結婚生活は1965年の離婚で終わりを迎えた。1962年、カーネギーホールでのデビュー直後、コリンズは結核と診断され、療養所で半年間療養した。コリンズは1969年のクロスビー、スティルスナッシュの同名のデビューアルバムに収録されたスティーブン・スティルスの曲、組曲、 青い目の授業の主題とされている。コリンズは後に自身が1970年代に禁煙した後、過食症に苦しんでいたことを認めた。私は接触障害にタバコからまっすぐに行きましたと1992年にピープル氏に語った。私は吐き始めました。私は過食症について何も知らなかったし、確かにそれが中毒であることや、 それが悪化することを知りませんでした。タバコをやめて20ポンドを痩せることができたにもかかわらず、自分自身についての私の気持ちは、ますます絶望的なものになっていました。彼女は長年のアルコール依存症、それが彼女の個人的な生活や音楽生活に与えたダメージ、そしてそれが彼女のうつ病の感情に、どのように貢献したかを長く書いている。コリンズは、 1960年代には他の薬物を試したものの、アルコールは常に彼女の父親のためにそうであったように、彼女の最初の選択の薬物であったことを認めている。コリンズは1978年にペンシルバニア州のリハビリプログラムに入り、それ以来、臨床的なうつ病と薬物乱用との長い闘病の後、1992年に33歳で自殺した。 彼女の唯一の子供であるクラークの死のようなトラウマ的な出来事があっても男子を維持してきた。クラークの死後、彼女は自殺防止のための活動家にもなった。1996年4月、1978年4月から交際していたデザイナーのルイネルソンと結婚。二人はニューヨークのマンハッタンに住んでいる。コリンズはグラミー賞でフォークパフォーマンス賞、または フォークレコーディング賞に4回、フォークアルバム賞に1回、女性ポップボーカルパフォーマンス賞に1回ノミネートされている。スティーブンソンドハイムは、コリンズのアルバムジュディスでの演奏が好評だったことから、1976年のグラミー賞、ソング・オブ・ザ・イヤーを受賞した。ありがとうございます。